ス、津田が飛んでいきましたがシュート、内田決まった。血を這うようなミドルシュート、クロスのこぼれた。やはり相変わらず。さあ徳島チャンスか、杉本前を向く、仕掛けていく、シュートだー。杉本ゴール。後半の43分です。11試合ぶりのゴール。どうですか、さあセルジーニョ、お裏を取った遠藤、オンサイド、遠藤ビッグチャンス、持ち替えて左足、得意の安ゾーン、遠征鹿島アントラーズ。逆に今日はロングボール1本で裏、戻せ遠藤、さらしながら落とせ、よー、落とせ、勝負だー。まあ、でも遠藤とのパス交換からなんですよね、はい、やっぱりちょっとテンポが出てきたなというところで、今入れない、今1メートル出して風の取り、あっと、これは決まりました。非常にクイックリーなシュートだったんですが、フリーキック見事に決まったフェルナンジーニョ。出場の杉本へもう一度岩に戻ってきました。出た浮き球のボール、さあ中に受けてシュートだ。先制徳島、和田のゴール、今シーズンの4ゴール目です。岩尾のパスを受けて渡井、失格ではありませんがどうするでしょうか。中は狭いですが打つ、決まった。ブラインドになりましたかね。中川左足、左ポスト、また中川、遠藤圭太、遠藤右足だ。ベンチスタートの遠藤圭太、2点連発。手を投げますね。大竹どうする、あ外をつかない、玉田のシュートだ、入った、決まった、玉田同点弾、2試合連続得点、前半の27分、長崎同点に追いつきました。まずここ、はい、縦パス入って、ここ外にパス、ここ2対1できてるんです。うまく落としてゴール前、関野落として増田に来た、上げてきました、逆サイド、おー、バイシクル、いやー決めた、仲間が決めました、先制点、ファジアの岡山、すごいシュートでした。最初の部分でもここでもね、うまくいいサポートが入って、一度はね、うまくいかなかったんですけれども、最後クロス上げたの誰ですかね、遠いところ。